ネバティム空軍基地は、イスラエル航空宇宙軍の空軍基地であり、テルノフ空軍基地、ラマトダビド空軍基地と並んで、イスラエル空軍の主要な三大基地の一つとされる。イスラエル空軍、第28航空団の飛行隊が所属する。イスラエルの南部地区、ネゲブ砂漠の北部、ベールシェバ近郊、東側に位置する。IATA は、VTM、ICAO は、 LLNV である。ネバティム空軍基地は、イスラエル国防軍の前身となった、ユダヤ人の武装組織である、ハガナーの簡易飛行場として、マルハタの名前で1947年に建設された。1983年になって、キャンプデービッド合意に基づくイスラエル軍の市内半島からの撤退に伴い、日本の滑走路を持つ近代的な空軍基地として、 再整備された。2000年代になって、ベングリオン国際空港を拠点とする空軍部隊をネバティム空軍基地に移動させる計画に伴い、滑走路が増設された。3000メートルを超える長い滑走路を有しており、大型機を装備する飛行隊が在籍している。2016年12月12日には F-35i。F アディアの最初の2機901号機902号機がネバティム空軍基地に到着し16時間後には早くも初装備が行われた今後イスラエル空軍はネバティム空軍基地で F-16A を運用していた第140飛行隊第116飛行隊の2個飛行隊を再編し F-35 を配備予定で2017年12月の 作戦能力獲得を目指している。ありがとうございます。